小凪は、水藍以カに分類される一年生の水田雑草。椿葉、椿草、凪、芋草、笹ササナギ、水凪、鳥の下、ハート草といった別名がある。なお、ナギや水ギは、同族の水藍いものち理や活性系の別名でもある。一年草で、地下系などは持たない。茎は、根元で数本に枝分かれし、小柄なものは地表をわずかに這い。 大柄なものはやや斜めに立ち上がる。葉は長い柄があり、葉芯は細い皮心型から心形まで変異に富み、成長段階によっても変化する。おおむね、よく育つと幅広くなる。前下部とも柔らかく、緑色で、葉芯表面は艶があってやや色が濃い。番夏から晩秋にかけて、傭兵の基部に短い棒状の方を出し、花をつける。花は、 固定青いのそれに煮るがずっと小さく、花弁はより細長い。褐色も青紫となる。10分後に果実を実らすと花水はしおれ、下向きになる。冬に至ると植物体は種子を用した花水を残し、枯死する。果実は熟すと避け、種子は水面に浮かんで散布される。冬の間に産出された種子は5月頃に発芽する。 本種種子には休眠性があり、一度換気にさらさないと発芽しない。種子にはイヤ酸素性もあり、無酸素状態に置かれた種子ほどよく発芽する。東アジア全域に広く分布し、日本国内でもほぼ全土にわたって見られる。原産地は東南アジアで、そこから東アジア各地へ水筒工作の電波ともに伝わったと考えられており、日本の個体群も 踏み前気化植物と考えられている。単使用植物ゆえに当初は、使用一枚のみであるが、その後に笹荷のやや広い線形の葉を数枚出し、その姿は、同じ水田雑草であるウリカワ、オモダカ、ヘラオモダカなどと告示する。やや水が深い場合は、傭兵が長くなり、扶養をつける場合もある。やがて葉は、次第に膨らみを帯びるようになり、 卵形か心臓型へ変化する。様々な別名は、この短い間の歯型の変化に由来する。なお、歯の基部は、同属の水葵や同じトガの補オ葵のように太くならない。蒸気の重だか類の種とは、成長するとわかりやすく、花は全く異なるので混同することはない。水葵は、同属だけによく似ているが、水葵の果樹が、水上に上に伸びるのに対し、 小薙のそれは溶液に数花出るだけなので区別できる。ただし、よく成長した小薙は、花がなければ、水青いと見間違える場合もある。いずれにせよ、ここに挙げた植物は現在では、希少種となっており、植物採集家や、水草マニアは、時に、小薙を見て悩まされたり落胆したりしがちである。農家から見れば、喜ばしいこととは言い難いが、 多くの水田雑草がその姿を希少なものにしている。中では、コナギはまだ減少していない方であると言える。なお、アメリカコナギウィルドが、気化植物として、日本に侵入している。コナギと、名前が付くが、別族の植物である。日本人との付き合いは古く、同族の水葵と共に、万葉集に本詞を読んだ歌が収録されている。また、 江戸時代頃までは食用にされていた。ベトナムでは今でも食用にする。しかし今日の日本では水田工作における境外層の一つに数えられている。本種は稲より成長が早いためすぐに影を作って稲の成長を阻害する。また成長に際して過分な窒素分を要求するので水田に生えた場合は稲の窒素吸収を阻害する。 そもそも発芽に際して酸素を嫌うという変わった性質から地表を水で覆う水田は結果として本種に絶好の環境を提供している。ただし除草剤に対する耐性がないため除草剤を撒いているにはあまり生えない。それゆえ無農薬農法による米作りをしているには必要に生え、こうした農法に従事する農家の悩みの種になっている。なお、 近年は除草剤に対して耐性を有する個体も出現している。有吉沢子の複合汚染には本種が稲のコンパニオンプランツである旨が紹介されているが実態は蒸気の通りであり本種が稲の生育に好影響を与えているとは言えない。ありがとうございます。